ってますね。確かにがっつりもう、はい、名前の刺繍入ったんだよね。これもう向こうにしちゃうんですよ。野球場は向こうで書いてある。ジャス。ジャス。皆さんこんばんは、野球市場の向こうです。こんばんはというかね、そうですね、はい、ドドさん、はい、野球チューバーハウスに、はい、兵庫県から、はい、そうですね、田口スポーツのドドさんが来てくださいました。そうですね、もう非常に遠いですよ。ちなみに時刻は朝の2時半。そうですね、ありえないです。12時ぐらいっていうか、もっと10時過ぎてましたよ。確かに。でまあね、やっぱりね、スポーツショップ、いつもね、向こうのシャツ、これじゃなくて、僕がいつも着てるオレンジのシャツを、ドドさんがね、いつも僕は発注させてもらってます。そういう感じのつながりから、今日はね、来てもらうことになって、で、ドドさんにちょっとね、聞きたいのが、はい、僕先日、うんうん、ツイッターのフォロワーの、はい、ケイゴくんという子から、はいはい、グローブが2つ届いたんですよ。グローブってか、もらえるんですね。いや、これ多分、僕はもらうという認識ではなく、はい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 、向こうさん、ちょっと僕のグローブを使ってくださいと。あ、使って、だから見せてほしいってことでね。ですかね。まあ、もしくは、あとはその僕に型をつけてほしい。ああ、なるほどね。でも僕って、ぶっちゃけそんなにグローブ詳しくないんですよ。うん、で、その、まあ、ケイ君が、僕の家に送ってきたグローブはこちらです。なるほど。これあれですか、はい、スラッガーと、うん、これ、ウィルソンですかね。そうですね、これ多分公式だと思うんですけど、はい、これ軟式で、はいはいはい、だからもうこの方引退された方です。どうですかね、もう多分現役中学生か高校生ぐらいだと思うんですけど、うん、めっちゃ綺麗なんですよ、状態。そう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 。だからこれをね、どう片付けるかっていうことを悩んでたところがあったんです。結構、まあ、最初見た時はちょっと固めというか、はいはいはい、まだ新品の状態だったので、はいはい、そうっすよね、うんうん、もうがっつりね、もう気持ちってもう刺繍も入っちゃったんですよ。これ僕使っていいですかね、これ。いや、いいんじゃないですか。ああ、いいっすよね、これ、はい、どうですか、でも全然紹介してもらっていいんで。ああ、そうですか、はい、うん、これデュアルっていうグローブですけど、デュアル、あ、有名ですよね。はい、デュアル、有名ですよね。で、まあ言うと、はい、これ公式なのかな、一応軟式っぽいですけどね、なんか軟式っぽいけど、軟式にデュアルってあったかなと思いながら、うん、なるほど。で、まあ要するに、はい、デュアルはグローブってここだけ強いとかっていうのなんですけど、この中にもこの先端まで、はい、補強してあるんで、はいはい、まあ、ボールがどこに入っても、うん、こう負けずにちゃんとここに入るよっていうグローブ、だからそのメジャーから発想としては来てるんですけど、はい、メジャーではやっぱりこのすごい打球が来るんで、はい、そのうねるような打球を、うん、まあ、どこで取っても、はい、まあ、って言うたらもう間一発ここで取ったとしても、うん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 、ここがしっかりしてるから、はいはい、100% 取れるよっていうコンセプトのもと、それをまあその日本に持ってきたとい、ね、いうことなんですけども、ほうほうほう、まあ、青木選手かなですかね、うん、がウィルソン使ってるようなんですけど、そうなんですか。ウィルソンもいいですよね、はい、もう初めて使うんで、まあ、なんかやっぱキャッチボールさせてもらって、はい、やっぱいいっすよね、ウィルソン、うん、皮はすごく馴染みやすくていいと思います。そうですよね、はい、で逆にこのスラッガーですね、やっぱり、はい、ちょっとね、はい、で、はい、このスラッガーに関しては、はい、MS1 って言って、はい、まずね、このロゴ、はい、ロゴが、これ別注ロゴって言って、普通のカタログには載ってるやつって言ったらもう四角のラベルですけど、はい、はい、で、これは確か、はい、2年ぐらいか3年ぐらい前に、はい、限定で12月頃に出したモデル、あ、そうなんですか。それか、いや、すげえ、そうですね、多分オーダーではないと思います。オーダーだったらね、ここに品番とか入らないと思うんで、なるほど、なんか限定で出したモデルだと思います。そっかそっかそっか。で、まあ、それに刺繍が入ってますね。確かにがっつりもう、はい、名前の刺繍入ったんだよね。これもう向こうにしちゃうんですよ。野球場は向こうで書いてある。なるほど。はい、まあ、ケイゴ君です。そうですね、ありがとうございます、はい。でまあ、これは、結構横に広く使うようなグローブなんですけど、これはね、その、まあ、つかみ取りっていう感じなのかなと思いつつも、はいはい、ちょっと今の状態だと、うん、ちょっとつかみ取りにも慣れてないので、はいはいはい、どっちかっていうと、はい、もうこれだったらハサミ取りに変えた方がいいかなっていうふうに思いますね。ほうほうほう。それ変えるともう少し、今ね、あんましこう指が動かない、まあ動くんでやらないんですけど、うん、もう少し馴染、はい、ませるというか、ほうほう、肩を少し変形させていった方が閉じやすいんじゃないかなって。あ、やっぱりこれこの辺で取るグローブに多分なると思います、最終的には。はいはいはい、うん、そうですね。そうですね。うん。いいね、
だから この前言った、はい、あのネクストイノベーションスポーツみたいに、はい、ここがそんなに深くないですよ、うん、だからこれぐらいあるともうここでも取れるんですけど、この MS に関しては、はい、実は深そうでそうでもないんですよ、うんうんうん、どちらかと実際はちょい浅め、浅めね、でもし深めがいいのであれば L7S とかそっちを買うっていう風な、もともと L7S のワンサイズ下のモデルとして MS1 発売されてるので、ほうほうほう、どっちかっていうと、まあ、今の現状このグローブでいうとちょっとハサミ取り系で肩もう一度つけた方がいいかなっていう風に、個人的には思いましたね。ああ、ありがとうございます。あの今後じゃちょっと、はい、あの僕これ試合で使わせてもらうんで、はい、まずね、あの圭吾君には本当に感謝してますね。そうですね。そんなん普通ね、グローブ2つ送ってくれるってしかも、まあ、もっとね、あの、はい、ボロボロのやつだっていうわけでもなくてもう、ね、僕あの、段ボールで送られてきた瞬間もびっくりしましたすげえの来たなと思って、ね、いやじゃあちょっとね、あの明日にでもこれ使ってキャッチボールでましょういや、まあ、またね、あのちょっとね、あのドータさんには来てもらいますんで、はい、そんなにね、あの1年にね、数回もやっぱ来れる機会はないと思う。そうですね。次回はじゃあ僕がちょっとはい、そちら。なるほど、わかりました。何か持っていきます。なるほど、わかりました。じゃあ、はい、また今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。アーリーでした。それが、アーリーでした。アーリーでした。